ぎゃあれ疲れてね、眠い、なんでなんでそんな目になってんの高くてビビってんだろビビっただろみんなで飛べば怖くないよ。僕が育てたんですけど、僕のポケモンなんですけど、なんで俺が一番最後なんだよ。危ない、ふざけんな、おい笑ってないで、めっちゃ危ない。乗せてくれ、危ない。や、空気抵抗のこと考えたらもっとやばいぞ。ってなってたよ今俺。バイタルは正常な数値です。なんだ AI みたいな、 Siri みたいなさ、機械的な応答なの。これから最深部、私の待つゼロラボを目指してもらうわけだが、その扉は外部から4つのロックがかかっており、私では解除できない。なんで出られなくなってるってことか。俺閉じ込められてね、閉じ込められてるにしては焦ってなさすぎるか。なんか罠じゃない、罠。オーリムはもうエリアゼロに見せられて、もう最強のポケモンを作る実験を始めて、そのためにはなんか優秀なコライドンが必要で、でそれでコライドンは上空に逃げてきたと、現世に逃げてきた。これでどうでしょうか、ファイナルアンサー。迅速ウテヤも純粋なアドバイスだった。いや、あれはもう終わってた、ウテヤが終わってた。ウテヤがアドバイスなら何してもいいわけじゃないから。お前っていいやつだよな、ボタン。お前やめるしなんかな、お前やめろし、お前やめろし。ちょっと恥ずかしいな、ボタン見てると。なんか解像度高くない、ポケモン公式の陰キャに対する解像度。ウテシ、神速ウテシ、神速ウテシだったらななんなかったかもな。やめろしとか言わんくない、今時。やめろし、ハンニャ、ハンニャっぽい、確かに。やめるし、プリンだなんかヤドンと合体してない、プリン。魔人ブーみたいになってんだけど、プリン。かわいい、なにこれ、これ新ポケかな。ヤドンとプリン合わせてプリンか、プリン。あ、これ叫ぶ尻尾だろ、本で読んだ。叫ぶ尻尾じゃない、うわ本で読んだやつだろ。プリンに似てるって書いてあったもんな。へえ、こんな魔人ブーじゃん。あ、本当に叫ぶ尻尾だ。マジ何だったん今の。あー、びっくりした。プリンにしてはなんか荒々しかったね。きたきたきた、どんどんこれで新ポケが、新ポケっていうか改変ポケモンなのか。エリアゼロ内に生息している一部の生物は今よりはるか昔、古代のポケモンなのだ。うわ、コライドンってこと。すごすぎー。いやいやいや、無理があるし、2億年前とかでしょ。私がいるゼロバラバラデバラデビータイムマシンが存在しており。何言ってんの、オーリム。急に古代のポケモンを呼び出しているのだ。は、顔つきは完成してたのか。食べよう。ああ、その生涯をかけてね。ん、ああ、可能だ。ただし、これオーリムじゃないのか、こいつ。人間ほどの質量だと帰ってこれないだね。いや、プリン結構質量あったけどね。一休みできるね、こいつ。休むことばっか、戦って休んで戦って休んで。原始人なんだけど。またなんか出てくる、絶対出てくる。ボタン心配性すぎ、出てくるんだろ。ん、誰だろう。はい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 、ディドーン。あー、別の偉大な牙だ。ほら見たことか、ほら見たことか。こいつって主のあいつじゃんね。古代のポケモンだったのか。ペパ戦ったことあるの、すっごく強そうだけど。なるほど、もう全部理解しました。バイオレットには未来のポケモンが出てきて、あのスカーレットには古代のポケモンが出てくるんだ。てかもうこれ下に行くだけでいっか、なんかいいのなさそうだし。ただこのホラーな気になる。さすがに入る。今すぐコライドンと勝負させて。モンスターボールに絶賛引きこもり中。ああ、そうだった。
古代から来たっていうのは俺も初めて知ったな。あいつは昔母ちゃんが突然家に連れて帰ってきてさ、ちょっとの間東大の研究所でみんなで一緒に住んでたんだ。絶対に秘密って約束で俺も。お、ムーマいるじゃん。ちょっと捕まえとくか一旦。でもある日コライドン、いいですね、ムーマージにするか。ムーマってこんな感じなんだ。ブーストエナジーきました。あっ、あ、こいつが、え、こいつが羽ばたく神なの。ムーマじゃないんだ。え、てかめちゃくちゃ似てるじゃん。え、でもほぼ変わんなくない。もうなんかパッと見ムーマだったんだけど、まあムーマあんま見たことないけど。うわ、荒れ果ててるわ。めっちゃ動かなくね、これ機械動くの。なんかが暴れたみたいな。暴れたって何が。ハロー子供たちよ、ここってなんで壊れてんですか。それはすまない。ハロー子供たちよ。ん、あ、え、すす AI です、 AI です。これ AI がオーリムを模倣して暴走してる。つまま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 まハロー子供たち、ちはは、ハロー、ハロー、やめてキモいし、よく言うな。ハロー子供、子供たち、どどたち、子供たち、再起動を開始します。機械的なのはガチで機械だったのか。怖いだろうな、こんな奥地まで来てこんななったら。研究者を一人増やし効率が2倍に。私と同じ知識と技術を持っている。え、少し合理的すぎるが申し分ない。もう一匹コライドの転移に成功。2号はとても気性が荒い。気性が荒い、人が足りない、時間が足りない。あの人も子供が生まれて去った。新たな人間を招いてもすぐには信用できないし使い物にならない。自分がもう一人いればいいのに。あです。これ自分をもう一人作ってそいつにやられたんか、そいつに殺されたか、閉じ込められてるか。やば、今作えぐいね。あ、ハローハロー、先ほどはすまない、通信が乱れてしまった。なわけあるかよ、なわけあるかよ。母ちゃんどこやったでしょこれ。多分次のセリフは、俺の母ちゃんどこやったっつってんだよ。大丈夫でしょ。おー、 FPS 低くない、なんか。え、あ、もう一匹のコライドン。え、まさかコライドンってオスメスどっち。俺が持ってる。うわー、バトルフォルムだ。うわー、家族が会いに来てくれた。 FPS が低い、テラスタルしてくれスイッチ。やばい、ボコられる気配がする。 DV はやめようよ。うわー、え、怖がってる、怖がってる。あ、2号。いや、なんか変。え、あ、危ない。危機一髪のところで穴が開いてた。かわいそう。何があったのか全く予想がつかん。なんで帰ってきたんだみたいな顔してるよ。でも、あ、撫でてあげてる。オライドン最初かっこよかったのに。ギャヌス、え、なんか感動の再会、意外とあっさりだったね。いや、ちげえだろ全然。いや、どう見ても違うでしょ。バチバチ勝ち込み一歩手前だったから。え、そうだったの。銀玉みたいになって、銀玉女子ボタン。オライドンもほら、手をいい、違うだろう。モロバレルいる。ビフォーウンバグゲース。うおー、ゴラ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 。いや、数多すぎ。なんで3種類以上の鳴き声があるんだ。キモいんだけど、バレル。俺結構マジでヤバいちゃんなんじゃん。キュース、こいつもこんな感じだし。私の出番待ってました。うわ、頼もしい。あのグリードアイランド編思い出すわ。ドッジボールでさ、ひそかが協力してくれた時よ。みんなで縦一列になって止めよう、バンジーガム使って。
ゼロラボ内に人体反応を検知。なんだ。あ、なんだ、生きてはいる。え、あ、ロボットなのかな。そしたら髪の毛やば。服装がこらいすぎない。あー、ロボットなんだ。ハロークザ、よくぞ来てくれた。君たちに謝罪しなければいけないことがある。私は本物のオーリム博士ではない。いや、知ってますわ。私は博士が自身の知識と記憶をもとに作った人工知能。ほう。第4観測ユニットの事故で。事故、どんな事故だろう。オリジナルの博士はその力を見誤ったのだ。身を挺して守ったコライドンが元気であれば博士も本望だろう。先ほども説明したが、すでにオリジナルの博士は存在しない。ユニットでの事故で肉体が損傷し生命活動を維持できる。うわ、グロ指揮者みたいになってる。異なる時間軸のポケモンを捕まえて現代へと呼び出すことで、オーリム博士は生前別の時代のポケモン、とりわけ古代ポケモンに熱心だった。今この時も自動的に古代からポケモンを呼び出し続けているよ。タイムラシーンが壊れてんだ。じゃあオリジナルの博士は古代のポケモンと今のポケモンが仲良く生きる世界を夢見ていた。根が遥か古代の原始的かつ根源たる力はあまりにも凶暴すぎる。まあね、彼らの生命力は現代の生態系を壊してしまうんだ。オリジナルはそれも自然の一つの形だと言っていたがね。いや、そうかな。今の生態系ってこう古代から脈々と受け継いできてこうあるわけだから、過去を持ってくることによってそれを夢の楽園とするのはちょっとオリジナルの意思賛同できないな。俺は違うでしょ。今エリアゼロに張り巡らされているバリアで古代のポケモンがパルデアに出ていかないように制御しているが、偉大な牙のようにバリアを突破するポケモンも現れた。彼らはいずれエリアゼロという箱庭を飛び出しパルデア地方にはびこるだろう。そうなればパルデアの豊かな生態系は破壊されてしまう。博士のコピーとして生み出された私だが、そのような惨劇が起きることは合理的とは思わない。いや、俺もそうは思わないな。ねえ、現代にティラノサウルス連れてきても困るね。確かに。それを食い止めるためには博士が用意した最強の AI を倒す必要がある。今いる生物が犠牲になってもいいのか。博士、ちょっとペパーのお母さん許せんな。タイムマシンを止めるには博士の ID が搭載されたスカーレットブックが必要だ。子供の頃から大好きなその本に最後のキーを入れるとは博士らしい。スカーレットブックを台座に置けばタイムマシンを止めることができる。これ逆なんじゃない。実は一つだけ問題があってね。マシンを止めようとすると私は君に襲いかかるだろう。博士だからね。露骨に嫌な顔してる俺。AI である私の意思はプログラムに乗っ取られてしまうんだ。ちょっと待って、 AI がめちゃくちゃまともなんだけど。 AI まともだ。準備中。アクセスブロック。非常停止は中断され、タイムマシンが再起動しました。頼むクザ、オーリム AI をスリープモードへ移行。戦闘プログラムを起動します。待って、わう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 、すごいすごいすごい。ビル軍みたいになった。どうか私を倒してくれ。本人なのいいの。これが来た。そして私の夢を阻む者には。もう乗っ取られてる。捕まえてるんだ。ご退出いただこう。うわー、 AI 嘘だろ。 AI の方が尊いことあんの。こんな嘘だろ。ロボットっぽい動きになってる。オーリム AI が勝負を仕掛けてきた。でもなんだこいつ。うわ、死を這うね、血を這うね。わ、これはいい勝負できそう。どうだ。耐久ポケか。ローキック。はぁー、マジやば。こいつ砂の毛皮なんだ。砂の毛皮出たー。でわかんないな、タイプが。トドロク付き、こいつ知ってます。ボーマンだね。レアコイルなんだね。
すらら落としと飛べ。はい、うわかっけ、欲しいな、とどろくつき。え、欲しい、マジで欲しい。母ちゃんじゃないんだよな。あ、こんなにも大きく育っているのか。そこにオーリムはいるのか。くれて嬉しい私の、え、言ってあげてくれ。あ、言ってあげてくれ。寂しい思い今まですまない、させて。ペピー、あ、名前間違えた。ペピー、違う、ペパーなんだよね。か、母ちゃん。セキュリティに異常発生、セキュリティに異常発生。無限ダイナ出てきます。障害を取り除くために楽園防衛プログラム。ちょっと待って、ろくな母ちゃんじゃねえな。博士はどうしてもタイムマシンを止めたくないのか。こんなのも仕込んでやがったか。オーリム ID を除く全ての、うわ、やばい。プログラム準備中、テラスタルエネル、あっ、やばい。すまない子供たち。え、君たちでは不可能だ。逃げてくれ。え、なんで。ちょっと待って、人間の方がおかしいパターン。今作根本といい、博士といい、オーリム AI は楽園防衛プログラムに上書きされた。あー、ペピー、愚かだよ。邪魔者は排除する。ホッケに入ってたやつ、コライドン出てくるか。これ楽園防衛プログラムが、これさ、本当は一時停止したらなんか書いてあるとかない。なんか上書きされてたぞ今。あー、コライドン出てきた。暴れコライドンがよ。遊戯王かよ。え、どういうこと。あ、こっちのコライドン出さなきゃいけないのか、これ。もしかしてボールが使えない、これじゃ戦えないよ。強すぎる、ここのシステム強すぎる、今までにない。一応ハッキング、それなんかメガネ、メガ、あ、あるわコライドン。え、熱い、熱すぎるこの演出。コライドン、今しかない、動いてくれ。ユニコーン、光ってる。信じてる、コライドン信じてるぞ。ユニコライドン、ユニコライドーン。あー、流れるか。あ、てるるるる、あ、来た来た、俺らの友情絆パワー、動いてくれ。おぉ、きたー、スパイスで超絶強化が入ったコライドン、あんま変わってない、帰ってきた、あの頃の。うわー、やったー、激アツです。ちょい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 、コライドン VS コライドン、これが今作の伝説ちゃんですか。なんでコライル入ってんだ、これちょっと弱気じゃない、技構成。コライルは私の楽園は壊されさせない。殲滅準備を開始する。ビルド積んできた、やばい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 。え、これ勝てなくない、技構成的に。おい、コライルいらねえって。コライドンってか、コライドンじゃなくて。なんかやばいよクザ、なんとかこらえて。こらえて、コライル使えってこと。挑発切れたけど一撃じゃ落ちないだろ俺。時は満ちた、夢の礎へとなりたまへ。うわ、さすがにリアインパクトは、え、1残ったわ。コライドンはクザを悲しませないと持ちこたえた。大丈夫だよコライドン。やばい、こらえるしかないのかここ。何、セルフでこらえたんだけど、もしかしてこれこらえる打ってほしかったんかな。よく耐えたな、グーンと上がった。どういうこと、セルフこらえ、はい、こらえる。え、いや反動だったわ。嘘、倒しきれない、このままだとまずい。いや、トレーナーが、トレーナーが終わってる俺。あれ、あれ、なんかテラスタルで決まっちまえ、ボゲが。ちょっと
もう絶対もっといい感じにできたって。トレーナー終わってない？すげえ素早さも上がった。なんでだよ。あ、テラバーストね。グダグダすぎないこれ。どういうこと？本来ならこらえるを自分で選択して、あの、なんとかこらえて、え、でも悲しませまいとこらえてたな。頑張れコライドン、いけー。あー、でも落ちないじゃん。落ちなくね？あれ？あ、あ、生えてる。俺いらないじゃん。いじめっ子やっつけられる。おい、俺のこらえるでなんとかならん？俺のこらえる、どう？どう？おい、無敵じゃねえか。勝ちイベだ、勝ちイベ。ああ、はいはいはい。うわ、こらえどん、うわ、こらえどんが耐えた。うわー、すごいわー。クザ、テラスして、テラバーストだよ。もうやった。やってくれてる。ネモを初めてありがたいと思ったわ。うわ、こらえてく。オッケー、テラスタルして、テラバーストだ。いけー、コライドン。みんな役者だね。役者だわ俺ら。なんだよ、勝ち目かよ。どれほど辛い過去があったとしても、君たちなら自分が選んだ道を胸を張って進んでいけるだろう。ありがとうクザ。ちょ待って、こらえるが頭にちらついて。こらえるわ。こらえるをこらえるわ。ここはタイムマシンの一部である私がここにいる限り、タイムマシンは止まらない。 AI にこんな感情を抱かされるなんて。だから私はタイムマシンで夢にまで見た古代の世界へと旅立とうと思う。え、ラストダイブ？そんな、せっかく会えたのに。さらばだ、自由な冒険者たちよ。ボンボヤージュ、かっこいい。くせえけどかっこいいな。ボンボヤージュ、どういう意味？ボンボヤージュって出航みたいな。良い旅を。ちょ、スカーレットブックください。あ、オーリム AI、 バイバーイ。湧いてるわ。驚く月どこに湧いてんだろう。とりあえず最下層まで行って。え？なんか普通にいるんだけど。こいつ何？俺倒そうとしてるんだけど。やばい。あ、やばい。やばい。あ、やばい。やばい。やばい、倒しちゃう。まずい。これミュウツーと一緒？やばい。倒しちゃった。砂の毛皮はダイナソー。お、いるじゃん。なんだこいつ。おい、イブラヒムがいるぞ多分この辺に。どこだイブラヒム。どっかにいるはず。どっかにいるはず。おい、これバイオレットでしか出ないやつじゃない？人類を監視する UFO だとオカルト雑誌が紹介した。あっちの雑誌だと。そうなんだ。いた。え、キメえ、おもろ。こんな感じでいるの。お前、うちの鉄の毒が捕まえただろ。いや、お前何をうちに鉄の毒が出してんだよ。なんでそっち、ずりえぞ。なんかしゃーしゃーパーチーム、クズハ、ウルカ、シェーグーチーム、強そうだな。強そう、マジで相談ありの。ちょっとね、知識差がね、うずこ。俺別にポケモン終わってるからな、知識。え、まあ、俺得意じゃないの。得意じゃねえよ俺。だって得意じゃみたいな顔してんのに。剣立てからだよね、剣立てから俺。じゃあまた。あーし、うわ、どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうする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 、わかんない、わかんない、わかんない。俺よりポケモン上手いんでしょ。いやいや、俺知ってるけど知らないからな。
とりあえず、まあ、一旦挑発か。はいはいはい、じゃれ打ってくるかな。トリルだと思うんだけどな、うん、はぁ、え、なにそれ、え、なんで溶けたの、何今の、もう知らないよ。何今のわかんない。まあインはまだ動けるけど影打ちで、え、何今の、キモくない、なんでも何これは、何今の、なんかこれトリルじゃ撃たれます。なんか挑発対策してきてんですけど、何あれ、そんなのあるの今アイテム。とりあえずトリルターンからそっか、いいんじゃない、うん、ネクロウェーブ、いいダメージ、いいダメージ入ってます。おー、いいダメージ。まあこれ、耐えれたんだ。あー、いいよ本当なら。でこれで神戸が、神戸が遅いのかどうか、うくびし、はい、いいよいいよいいよ、お、早い、こっちの方がトリル生きてる。ナイス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 、ナイス。あれ、あ、でかいでかい、それ考えたら、あ、え、でもでかい、1個行動潰せたのか、潰せた、いいじゃん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 、流れいい流れいい、ステロも毒も入る、これ耐えたら勝てる、耐えたら勝てる、マジでいい、やばい、強いキラフロル、めちゃめちゃ刺さってる、はいはいはい、あ、毒、いや食らうはずだ、草だもん、いいよ、帽子かな、挑発使うわ俺、ラムの実とか持ってんだ、へぇー、現るだけで、へぇ、まあ変なことされないように挑発打つわ。アクア入ってる、やべ、忘れた、アクア入ってるわ、やべ、え、やった、やった、一旦動いてないのと一緒です俺。まあ多分効果抜群なんだけど、まあ一応打っとくか、いや全員で、オールにもする、ダメだ、はぁ、うわ絶対煽られてる、うぜぇ、あー早い、え、インファで俺落とす、お、いいんじゃない、ヘドロ、ヘドロ多分ね、え、起きるかな、起きたらめっちゃいい、あー、そっか、寝てんの忘れてた、そう寝てる、うわーダメだ、トリルいつ終わんのこれ、地震で全員トリルいつ終わんの、よし戻った、オッケー、いけるいけるいける、大丈夫です、オノノックスで全部抜きます、ベイガード、ベイガーごと、ベイガーごと抜ける、ベイガーごといく、え、これで地震ってさ、いや落ちないかな、ミーツ、え、ベイガー物理ってたらまた6印象で猛毒じゃないこれ、そうね、猛毒、え、猛毒になるよね、ま、猛毒しなくてもう3枚抜き狙います、え、化けの代わりよ、でもいや型破りだから関係ない、 あ、そうかそうか、貫通する貫通する、ワンチャン、いやマジで頼む頼む頼む、あ、え、あ、これ逆にありがたい、アイヘ撃たれると思って影撃ってきたんだ、撃ちません、自信でーすんおー、びっくりした、あ、しかも落ちなかった、ラッキーで、これで、はい、もう一回これ、ちょっと強いいいよー、おい、毒、毒で落ちた、でけー、ナイスナイスナイス、でけー、マジでこれ、でか、いけるぞこれ、これいけるよ、ウルカモス来た、ウルカモス、はい、竹燃やせます、はい、竹、なんだ見せろよ、あ、どっちも通る、鋼入ってるよね、鋼入ってる鋼入ってる、右、これいけるだろ、ヘラスタルで弱点ずらしてくる説あるな、あー、まあありえるね、はぁ、はぁ、終わったんですけど、何、うーわ、切断されたんだけど、いや、俺いらなったけど、これだけ、これじゃあ、じゃあこっちが、めちゃめちゃいいとこだったんだけどすげえいいとこだったのに超いいとこだったんですけど、こっちか、こっち切断じゃん、あ、まあ、どっちも勝てたと思ってる試合だよな、今の、まあ、ぶっちゃけ耐えるかどうかによった今のさ、何やってた今のさ、うん、リュウマイ熱風、じゃあ、あ、リュウマイは偉い、偉いね、瓦割り打ってんのよ、で、リフレク割ってんだ、で、それ込みで、ウソは冬打ち打ってんのね、でも冬打ちはリュウマイで透かされるじゃん、ほう、だから一見リュウマイ通ったように見えて瓦割りなんだけど、熱風だけじゃ多分落ちないから、熱風で多分草だけ落ちてただろうな、あっちの草だけ落ちてて、いや、あいつアクテラスタルで透かしてる、あ、どっちも透かしてるんだ、いい勝負だったかじゃん、まああと毒、猛毒もらってるからコータス、そのタイミングで、まあ確かに確かに、どっちでしょ、負けてそうだな、何このさ、将棋みたいな感想戦な感想戦ね
ヒロク風が。うわ、名勝負だったのに。イラフロール強いな、普通に。いや、マジ刺さってた。俺ら多分氷ポケモン来たら一貫の終わりだわ。本当に。俺もいろんな意味で一貫だね。草ポケと飛行ポケモン持ってきてるから。マジで氷で終わる。氷いるの？え、いるかな？なんだ？わかんないわかんないわかんない。何してくんだろう。デリバードだ。氷じゃんこいつ。ちょっとノリで殴ってみるわ。あ、ノリで殴ってみてくれ。あ、やばいかも。え？はい。コロンゲ。うわ。うわ、惜しい。そう、惜しい。ない。はい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 。うわ、どうしよう。あいつ早そうだよな。何してくんのかが本当にわからん。お、お、でもいいんじゃない。アンコールごときなら。だな。うん。次のターン交換読まれるけどな。いや、リフレクターハロー。何してくるかな。ステロ。めんどくさいね。めんどくさいね。まあ、交換だろうな。ああ。え、アリじゃね？ドラゴンも消せるし。でも相手の方が早いぞ。いや、ドラゴン消したら一発耐えねえか。あ、そっかそっかそっか。おう。え、でも光っしょ。光の壁だよね。そうだね。どうだろうね。え、でもさ、なんだ、ドラパルトの攻撃だけ耐えれば、上から死んで、ね、テラスタル自身、行くわ。うん。あれ？俺の方が早い。え？なんで？振れてないのか、努力。全く振ってないのかもしれん。なんだ？うわ！え？一撃？うわ、強すぎる。マジかよ。嘘でしょ。オノノクスの火力やべえな。嘘でしょ。命の玉。え、適当。いや、分かれる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 。あ、そうなんだ、ドラゴンアローって、うん、じゃあ余裕だ。じゃあ余裕。しかもなぜかこっち上だし、振ってないんだろうな。600族の力てか振ってなかったとしてドラパルト抜けるんだね。俺振ってるから。オノノクス、でもオノノクスって98とかで、ね、ドラパルト140いくつだからさ、さすがに覆んねえかなと思ったけど。あ、惜しい。あ、おい、あ、でも俺らの敵はいなくなったでしょ、これで。いなくなったな。なんなら猫騙してニービア落とせる。落ちるかな。あ、落ちるか。え、落ちんじゃねえ、あれぐらいだったら。せっはぁ、そっか、フェアリーで打てんのか。危ねえ、はいはい、なるほど。あ、たすき、いい火力。シャインはきつい、はい、よしよしよし。一応光の壁で耐えて。まずいことになってきた。うん、まあアクハモチサザンドラだから SH の。いやいやいや、あー、ナイス。よし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 。この曲を、えらい曲を動かすのはかなり苦労苦労するよ。勝てんじゃねこれ。勝てそう。俺はロトも殺せるぞ。お、あと1体じゃん。いけまーす。これラブの身だから何されても怖くねえ。もう胞子打つまでもない。むしろラムのみケアで爆弾打っちまう、うん、いけるぞスカチュー。これマヒ狙いじゃね。あはぁ、そういうこと。ほいほいほい、結構入るの。ほいほい、こいつね火力高い。ちなみにそうなんだ。俺誰よりもケアするキノコの胞子打つ。スカチューウィン、スカチューウィン。ストーリー良かったな。いや、もろかったね。ペパーのおかげで良かった。確かに。あと何気にコライドン最後の主人公っぷり良かったけどな。コライドン、ミライドン。うわ、マジで俺トロールしたんだよね、そこ。そのためのコラエルだったじゃん。うん。あそこで俺、普通に攻撃して、で、悲しませないためにこらえたとかいう、なんか救済措置でこらえたんだよ。いや、でもあれ、まあそっか、俺もコラエル押さなかったわ。あー、もうそれダメです。コラエルちゃんと押したよ。あれ主人公やれんかったな。うん、ちなみにあれ2周目俺入ってそしたらネモが同じこと言ってくれた、うん、薬使ったしな。コラエルやったと体力1位になったから満タンの薬使った。その逆にあの戦い俺もうなんかイベントシナリオみたいなので固定観念で使えねえのかと思ってた。わかる、アイテム使えるんだね。反動ターンにコラエルしてたしね俺。トロールやん。トロールです。ネモの明るさが良かったのは最後の最後だけだったな。いや、どうだ、なんか割とみんな問題抱えてる人たちだからムードメーカーではあっただろう。
まあそうか、今作のポケモン、あいつだけは陰気臭くなってたか。そうそう、今作のポケモンちょっとどんよりしてたなって言われちまうからよ。メモのおかげで保った、あいつのおかげで保った。確かにそう考えたら、なんだこれにて QED ポケモンストーリーやろうよ的な企画やつ終わり。終わりまた学校でな。バイバイ。バイバイ。